七五分をご視聴の諸君、バッドモーニング、現役 JK こと現役地獄警備員のうさみメロリナでございます。本日はこちら東京都新中野にございますスーパーセブン新中野どのにて、俺様ちょっと呼ばれたんすよね。なんかちょっと天気もあんまり晴れやかじゃないけど、これを呼んでくださった方がいまして、早速ちょっとその方をお呼びしたいと思います。人気 VTuber の上条れんちゃんです。あー、はい、皆様こんにちは。出た今日ものすごい今日も脳汁出してますか。パチカブ専属パチンコパチスロバーチャルライターの上条れんです。やばハプロリナさん、はじめまして。脳汁出てます。はじめまして。本物やん。本物ですか。本物ですよ。すごい、はい、実は今日は、うん、あの私のお願いを叶えてほしいんです。ペロリナさんに。レンちゃんのお願いだったら何でも叶えてあげるよ。本当ですか。うん、ちょっと、はい、私実はあのもうかれこれずっと同じお洋服しか着ていなくてですね、そうだね、新しいお洋服が欲しいんです。おしゃれとしたいなって思って。いいよ、何でも買ってあげるよ。買ってくださるんですね。何でも買ってあげるよ。それで、買っていただくというよりは、うん、私のなけなしのお小遣いをペロリナさんに今から託すので、これで衣装代を稼いできてほしいんです。なるほど。これでえそう、題して、うん、上条れんの悪魔にお願い。どうですか、いいタイトルじゃないですか。うわー、なんかちょっとすごいそのままな感じだ。 ありがとう。もうこれ番組としてはい、れんちゃんのお願いを俺様叶えるっていう趣旨の番組っていうこと。そういうことです。簡単に言うと、そういうことなんだ、はい、よろしくお願いします。ちょっとね、まだ急にお願いされたもんだから戸惑ってるけど、うん、れんちゃんのお願いだったら何でも叶えてあげたいと思う。よし、俺様れんちゃんのために実践頑張るぞ。はい、ということで、れんちゃんのお小遣いを増やすべく座った第1回目座った台は凱旋、神々の凱旋、ゴッド、神々の凱旋です。はい、わー、ゴッドだゴッド、れんちゃん、ゴッド好き？ゴッドはちょっとあんまり打ったことなくて、投資がなかなかかさむ、投資がなかなかそうかさむなっていうのがあって、ペロリナさんは結構打たれるんですか？そうだね、俺様はまあちょいちょい打つけど、はい、今回なんで凱旋座ったかっていうと、はい、やっぱりね、一発目から引いたろと思って。なに、もう一回一発目から、うん、引いたろうと思って。私、ペロリナさんがゴッド引けるように応援してます、うん、本当に？はい、応援してってね。おお、見上がりきないな。当たれ。ちょっとでもざわざわしてるね。うん、でそうだな。天井に入ると、うん、2分の1の確率でループストックが継続率 80% なんですよ、うん、あ、それは知ってる。はい、なんで絶対天井行った方がいいと思います。わかった。レンちゃんがそういうならやっぱ、はい、そうなんだな。お、なんか来た激アツ。当たっちゃうかも。当たっちゃうかも。れんちゃん当たっちゃってもいい？いいです。多分今
今、はい、このサイドのランプ一番下で激アツは多分激アツ。おゴット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 、あ、あゴットじゃない、1当たっていいかな、いいよ、いけ、お当たっちゃった、おめでとうございます。いやとりあえずよかった、当たった、とりあえずお小遣い内で当たった、よかった、お小遣い内で当たったよ、よかった、当たった、よかった、誰かに借りなくてよかった、よし、じゃあとりあえずこっから、はい、こっから伸ばすよ、はい、よし、行きましょう、投資が、投資がね、22,000円、はい、開始、ゲーム数が522でございます。ゴットゲームスタート、おいや、やっと当たったね、どうしよう、とりあえず22,000円で当たったから、はい、どうにかここで1000万以上は、そうですね、もう出したいけど、ひなな連続いっぱいさせるように頑張ろう、はい、頑張りましょう、よーし、うー、ゴット赤7引いてください、赤7、そうだね、上乗せ、赤7引くしかない、上乗せするしかないな、でも、はい、高設定ほど初当たりも多いんだよね、そうですね、これがもしストレートで終わっちゃったら、はい、まあ、とりあえずちょっと回して様子見るって感じかな、でも終わってもまたこうチャンスゾーンというか引き戻しの可能性もあるんですよね、そう、なんか来い、なんか来い、いやー、なんか来い、なんか来い、あーあー、ダメだった、いや、こっから引き戻していきましょう、引き戻しを狙っていこう、引き戻していきましょう、ストックはないはずだから、うん、さあ一旦通常に戻って、まあまあこっからこっから引き戻していきましょう、そうだね、はい、ちょっとここで当てられればいいけど、そうですよね、ここで当てたい、ちょっと厳しかったら、移動するかな。フェロリナさんはなんかこうチャンスゾーンのなんか引く時の押し方がなんかすごいですね。こうチョップする、ね、なんかおなんか手を組んでやられるんですね。そうだね。このポーズ俺様がよくする悪魔のポーズなんだけど、はい、悪魔のポーズで重なり合わせたり、なるほど、そういうこと、力を込めるって感じかな、あー悪魔のポーズ、今度私もやってみますと、うん、いうことで移動しようかな、はい、移動ですね、れいちゃんごめんね、凱旋であんまりちょっと、いやいや、できなかったから、まだまだ取り返してくれるって信じてますから、よし、じゃあちょっと大移動検討したいと思います、はい、ということでちょっとマチャージを挟んで大移動しまして、今度はディスクアップに座ってみました、ディスクアップ、うん、れんちゃん、はい、ディスクアップは打ったことあるかな、ありますよ、お、あるか、ペロリナさん目押しできるんですか、ビタ押しだ、ビタ押し、はい、まだね、はい、まだまだボーナス用のビタは、はい、
パーフェクトはなったことない。あら、1回ミス、2回ミス、揃えてもらわないと。2回ミス、そうだね、2回しかミスしたことない。最高1回ミス、パーフェクトはない。すごい。あ、でも6割成功してればいいらしいんで、すごいです、うん、6割は成功してる、すごいです。ってことでね、今投資が2万7000円目だな、はい、あと3000円しかないじゃないですか。やばい、どうしよう、やばいな。いや、でもフェロリナさんだったら持ってますから、最後の1000円で引くやつじゃないですか。おおおお、あー、そうだな、できればもうここで、あ、これはちょっとなさそう。 PY、 あ、あ、当たってた、ボーナス当たってます、おめでとうございます。ごめん、レちゃん分かんなかった、当たってたんだ今うん、ビッグビッグビッグ、ちゃんと全然見てなかった。あ、お、あ、バーですかね、あ、違う、あ、あ、赤ナナだ、やった、赤ナナビッグ、やったよ、ビタ押しですね、ビタ押しだよ、パチパチパチ、やばい、さっきなんか2ミスとか1ミスとか言っといてめっちゃハードル上げてもうた自分で、あ、しまった。2分の1でダンスタイムにも入れてください。そうだね、じゃあ、はい、いきます。ゲーム数が318ゲームでディスカップに座ってから2000円投資で当てました。うわー、いきなりだよ、いきなり最初からかっこいいとこ見せるから、レンちゃんのために。見てる、あ、あ、あれ今練習だからさ、あのほらやっぱりいきなり、いきなり来ちゃうと、あ、これもちょっと3択も外したわ、あ、もう一回、そんなすぐ来ないで、あ、レンちゃんちょっと待ってて、ちょっと待って、早すぎる、皆さん、あ、ちょっとまずさ、あれもやんなきゃいけないし、あ、間違えた、あ、ちょっと待って、ちょっと待っててね、ま、待ってます、じゃあもうちょっと待ってますね、もうちょっと、はい、あ、これをやんなきゃいけないです、はい、よし、これやってピュー、ちょっと練習しよう、練習、あ、ちょっと、あ、今日ちょっと椅子の高さがちょっとあれだな、椅子の高さのせいだな、ちょっと待ってね、何、あ、ちょっとね、スーパーセブン、ちょっとね、あ、ちょっと上げてみようかな、椅子ちょっと上げてみよう、じゃあそれでやってみましょう、はい、これでやってみる、うん、はい、あ、これ、これだ、これ、あ、それ、これだよ、いいですね、あ、来た、あ、あー、フェロリナさん、フェロリナさん、レンちゃんごめん、レンちゃん目つぶってて、もう目つぶってて、じゃあ分かりました、目つぶってますね、目つぶってて、うん、はい、レンちゃん目開けていいよ、できた、できた、あ、できた、目開けてていいよ、うん、ナイスです、ちょっとね、レンちゃんの前で緊張しちゃったわ、あ、なるほど、じゃあ隠れて見てますね大丈夫、うまくできるから、大丈夫、 OK、 ナイス、 OK、 OK、いいですね、いいですね、乗ってきましたね、乗ってきたよ、よし、あ、早いな、お、あー、ダメだ、まあ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 、大丈夫、あー、ごめん、ボロボロだ、あれ、あやばいぞ、やばいぞ、フェロリナさん、めっちゃ損してるめっちゃ損してるの、オッケー、ナイス、あー、少ない、いや少ない、やばいよ、16ゲームしか載せてないよ、ちょっとやばいですね、やばい、まあここで、オッケー、ナイスです、あー、5ゲーム、ちょっと今日はね、天気が悪いせいかな、うん、あんまり調子が悪いや、ビタ押しの、大丈夫ですよ、あ、ダンスタイム来い、あ、ダンスタイム、多分入った、入ったよ、
ごめん、入った、入ってなかった。あら、いや今日はやっぱりちょっとまださ、リスクアップ座ったばっかりでさ、レイちゃんごめんね、嫌いにならないで、格好悪いとこ見せたけど。いや、そういうところもギャップ萌えですよ。優しいね、レイちゃんは。じゃあこっからいいとこ見せてください。見せる、ちょっとその声で頑張る。うん、楽しそう、楽しそう。楽しいよ。いいなぁ。ねんちゃんにもちょっと手伝ってもらいたいなぁ、ビタ押し。当たった、当たったよ。ナイス、やった。いいですね、やったー、いい流れですよ。やりましたよ、11ゲーム。いや、おー、いい、やった、この、いや、最高です。よっしゃ、ということで、DJ ゾーン中に当たりました、はい、やりました。何ボーナスかな。あ、カナナ、やったカナナ。よし、今度はちょっと目押しいらんけど、やりましたよ、もう投資移動してから2000円でビッグ2連。調子いいですね。いい感じだね。おー、57ゲーム乗りました。いいですね。よし、はで、ダンスタイムに移動。お、ダンスタイム、アフロですかね、リージェントかな。お、いいですね。よし、あ、これだ。40ゲーム、ダンスタイム。40ゲーム、すごい。40ゲームって決まってるんでしたっけ。40ゲーム以上って感じだっけ。そうですね、はい、そうですよね。おー、 VTuber の世界厳しいんだね。そうなんです、やっぱりきっと私も売れたら運営さんがこう、うん、いや上条さんみたいにやってくれるだろうけど、今はなんか、そっか、今は、まあ、バケツで掃除でもしてろって言われちゃいました。あー、やっぱ新人となると厳しいんだね、うん、靴磨きしないと。靴磨き、運営さん靴磨きもしてんの。いや、してこう、お願いしますよって言ってお小遣いをいつももらって、そのお小遣いを貯めてペロリナさんに預けました。そんな、レンちゃんが靴磨いて頑張ってもらったお小遣い、俺は凱旋に一瞬で200億返してしまった。ごめん、大丈夫です、全部嘘なんで大丈夫ですよ。あ、嘘なんだ。レンちゃん、全部嘘ついたらダメでしょ。すいません、ごめんなさい。安心した、よかった。よし、500枚はい、獲得しました。で、今 DJ ゾーンが終わってまた通常に戻りました。はい、レンちゃんは恋とかもしたことないの。あ、でも私あれですよ、トドロキさんに、番長に恋をしてましたよ、一時期。オス番長の番長にかっこいいってなってました。ああいうタイプが好きなの？ね、もうなんかゴツゴツ系かっこいいですよね。ゴツゴツ系がいいの？なんか男らしい人が好きです。ああ、男らしい人ね。うん、あと目押しが早い人と、あとビタ押しが上手な人と、あとパチスローが詳しい人とパチンコが好きな人がタイプです。そうなんだ、うん、そうなんです、ディスカップっていうのは、うん、基本的なリーチ名はスイカを狙って、はい、
まあ揃ったらスイカが揃うんだけど、はい、でもスイカがずれた時は、はい、当たってる可能性が高いんだよね。あー、なるほど、うん、これはペロリナさんにあとは、ね、アピールしてもらえてると、うんうん、はい、うん、そうだよ。あ、おお、レッちゃんプレミア、プレミア、すごい、すごい、俺初めて見たプレミア。私も初めて見ました。中央のダチョウだ。中央のやつ、ダチョウ、ビッグ確定ですよ。すごい、ビッグ確定です。そうなの？はい、ああ写真撮るの忘れた。あー、すごい、初めて見た。ね、俺様も初めて見た。すごいです。一緒に初めてを経験したね。あ、一緒に初めてを経験してしまいました、うん、やったー。さっきのスイカで当たってたってこと。やったー。何ボーナスかな。赤ななって、青か、バーか、と異色かですかね。 あ、青だ、青、ナイスビッグボーナス、パチパチパチ、ありがとう。455ゲーム、なんとかギリギリ持ちメダルで当たったけど、だいぶ飲まれちゃったから、またこっから頑張りたいと思います。行きましょう、こっから。こうやっぱ完璧にビタ成功させたいって気持ちがあるから、うん、緊張感がね。あー、うまい、よっしゃー。すごい。あー、やっぱ無理だな。惜しい惜しい。まあ43ゲーム、ナイスです。ダンスタイム、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 止まれ、あ、止まれ、オーケー、すごい。さあ誰かな、誰。おー、リーゼントマン、リーゼントマン、40ゲーム、うん、ちなみになんかスーパーセブン新中野さんは先週ディスクアップで5000枚オーバーだった台があったらしいですよ、うん、5000枚、そう、すごいですよね。すごいなぁ、ね、え、一撃ってか、どうなんですかね。でも、こう設定が入ってないとそんなに出るイメージがないから、そうだよな、ラッキーマンが座ったんですね。すごいな、うん、ラッキーマン5000枚か、夢あるな。最高何枚出したことありますか。最高はね、1万1000か2000だったかな。一撃ですか。そうだね、すごい。まあ、ハーデスだったんだけど、ハーデス、うんうん、ゴッあと3回か4回引いたかな。すごいですね、ゴッド3、4回、いやすごかったよ。私まだ一撃で1万枚出したことないんですよ。あ、ないんだ。そうなんです。じゃあそうだね、まだまだね、あのこれからなくなる台も打てなくなる台も多いから。そうですよね、いろいろ打てるうちに掴みたいね、万枚、はい、やってみたいですね。はい、なんすか、なになに、タイムアップ、タイムアップ、マジっすか。もう終わりってことですか。嘘、俺レンちゃんの小遣いまだ増やせてないよ、減らしちゃったよ。これはマジか。レンちゃん、タイムアップだってよ。もう私今目が点です。あー、レンちゃんごめん、そんなこんな時間制限なんてあったか、マジかよ。じゃあ、タイムアップってことなんで、ちょっと続きはれんちゃんエンディングで話そうか。はい、とりあえずお疲れ様でした。
お疲れ様でした。エンディングいきます。実戦終了。お疲れ様でした。パチ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 、ヤーレンさん、ヤーレンさん、今日は本当に楽しい一日を過ごさせてもらいました。いや、こちらこそなんかペロリナさんといっぱいお話ができてとっても楽しかったですね。いや、本当にお客様も初めて VTuber のレンちゃんとね、こういう話して今日本当にもうこのまま楽しい気持ちのまま、お家帰ってね、おさらでゆっくり寝ようかなって思うんで、またレンちゃん、また遊ぼうね、ぜひ。スルッとそう流そうとしてるんですけど、さらっとなんか帰ろうとしてるんですけど、まあ、楽しかったんですが、こう一応ね、私のお小遣いをお渡しして、お小遣いを増やしてほしいという依頼をしたのですけど、趣旨を教えていただけますか。はい、カビジョーレさん、申し訳ございませんでした。いくら負けでした。ということで、収支の方、発表したいと思います。投資の方が、1350枚、1350枚、はい、回収が366枚、1200枚足りませんよ。はい、ということで結果がマイナス984枚でした。私のお小遣い、レンちゃんごめん、もう一回だけ、もう一回だけチャンスもらえませんか。またやってくれるんですか。次、もう今日は正直レンちゃんに聞きたいことがいっぱいありすぎて、虫やだ、虫逃げてください。そう、今日はが足りなさすぎちゃったから、次はもうちょっと台に魔力を使えるように、次こそは絶対にかっこいいオリスマもっと見せるから、今日失った分はちょっと今度美味しいものでもご馳走してどんどんにするから、また一回だけチャンスください。でも今日は激アツも見れたし、ダチョウも見れたし、ビタ押しもしてもらったから、それに私がいっぱいお話をかけたので、こう台に集中できなかったのかもしれないから、そんなことはないけど、だから私また頑張ってお小遣いを貯めるんで、よろしくお願いします。ありがとう、レンちゃん、本当にありがとう。そのまたレンちゃんが靴をね、運営殿の靴を磨いて、獲得してくれたお小遣い、今度こそ俺が倍にして、そうですね、倍にして、はい、返してね、いい衣装作ってあげるから、はい、ありがとうございます。美味しい食べ物はいらないので、今回の負けも次取り返してください。はい、わかった。ありがとう、レンちゃん、本当に次こそは頑張るから。ありがとうございます、応援します。私もよろしくお願いします。本当に本日は申し訳ございませんでした。とんでもございません、ありがとうございました。次よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、はい、悔しくも今回レンちゃんにかっこいいところを見せれず、情けない結果となってしまったので、このままじゃさすがに終われないので、あと1回リベンジさせていただいて、次こそは絶対レンちゃんのもっと喜ぶ顔をお見せしたいと思うんで、またぜひ次回やってください、視聴者殿も。ということで、レンちゃん、また次回もよろしくお願いしますね。よろしくお願いします。頑張るから。うん、ということで、また次回見てくれたまえ、ありがとう。またね、ありがとうございました。ありがとう。